はい、アドビコミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルはプレミアプロの様々な情報を共有していくチャンネルです。よろしければチャンネル登録お願いします。登録した後にですね、ベルのマークを押すと公開時に通知が行くそうなので、そちらもぜひ押していただけたらと思っております。ちょっとですね、今日はですね、Facebook 上にあるユーザーグループのご紹介もできたらなと思ってまして、プレミアプロのユーザーグループですね、これ3、4年前に作ったのかな。人数も増えておりまして、今2300人を超えてますね。ありがとうございます。そんな中でですね、いろいろな方からコメントをいただいてるんですけど、今回ご紹介するのがですね、こちらですね、坂本さんがご紹介していただいた、After Effects ユーザーにはおなじみのアニメーションコンポーザーがついにプレミアプロ版が出ましたねと。その名もプレミアコンポーザーと。これのご紹介を今日させていただけたらなと思っておりまして、情報ありがとうございます。もともとですね、アフターエフェクト上のものということで、アニメーションコンポーザーというものがありまして、プラグインなんですけど、豊富なアニメーションプリセットで有名な、まさに秒でアニメーションが作れるという、こんな感じですね。はい。いろんな、オブジェクトのアニメーションだったり、テキストのアニメーションだったり、ありますが、僕結構、これのテキストアニメーションが好きで、よく使ってたりします。これならですね、初心者の方でも簡単に、一瞬でいい感じのアニメーションが作れるんじゃないかと思います。以前にもそんな動画出しましたけど、アフターエフェクトが苦手な人もおられるんで、プレミアで完結できるエフェクトというか、テロップワークですね、アニメーション、とても価値があると思うので、ご紹介できたらと。で、現状ではこのプレミアコンポーザーですね、まだ出たばっかりで、体験版というか、無料版なんですね。なんで、今日はこれをちょっと触ってみて、レビューをお届けしたいと思っております。プレミアノート。はい、それではプレミアコンポーザーですね、使っていきたいと思います。呼び出すにはですね、上のウィンドウから、エクステンション、プレミアコンポーザー、これですね。これをセレクトします。そうすると専用パネルが出てくるので、この中でエフェクトを選んでいくと。で、今回ですね、スターターパック。体験版ですね。これを使っていきたいと思いますね。はい。これね、すごくわかりやすくて、フォルダをクリックすると、音とか、テキストのプリセットですね。テキストのプリセットとか、トランジションとか、カットとカットの間に、エフェクトですね。みたいなものが入ってまして、ここから選んで使用していくということになってます。見ていただくと分かりやすいんですけど、ちょっとアフターエフェクトチックな、ちょっと凝ったアニメーションテロップがプリセットとしていっぱい用意されてます。もともとあるモーショングラフィックステンプレートがおそらく元になっているとか中に入ってるんだろうなという感じですが、すごいインターフェースが使いやすいので、簡単に使えるのですごい便利だなと思います。例えば、一回使ってみたいと思います。ポジションキャラクターズ。これをタイムラインドラッグして、配置するという感じですね。はい。で、これ一回ちょっとパネルを並べ直しましょうか。ちょっと上側とか。はい。こんな感じでちょっとレイアウトし直しましたが、今これ、配置するだけでも文字がいい感じに出てきてるのがわかります。基本、エッセンシャルグラフィックスパネル。ちゃうわ。エフェクトコントロールパネル。ここですね。このグラフィックのパラメータ。ここで文字書いたり、フォント書いたりと。いろいろ調整ができるみたいです。例えば、ニューヨーク。打ち替えたら入りましたね。はい。再生すると、こんな感じで、ベンチ、マッチウムです。で、フォントも変えるのかな?変えますね。いいですね。ちょっと見ちゃった。サイズも変えれる。いいですね。色も変えれるし、ですね。ストロークはつけれないのか。そうですね。これ、さっき触ってたんですけど、このポジションっていうのが、おそらくテロップの位置だと思うんですけど、効かないんですよね。ここのサイズどうかな?サイズも効かない。トラッキングも効かない。なるほど。多分、これでも触ってると、これも効かないんだよ。触ってると、おそらく体験版だからなんでしょうけど、いまいち効かないパラメータがちょいちょいあります。ちょっとね、今後の改良を待ちながら、
このモーションは聞くみたいです。モーションで今一応映ってますね。こんな感じでどうかな。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、逃げていいですね。大きくして。あ、こんな感じですね。はいはいはい。いいんじゃないでしょうか。みたいなことが、このプリセットの中から選べると。まあ今、限られた個数ではありますけど、まあこれだけでも結構、いろいろとアレンジができるのかなと。まあちょっと不具合もありますけど、まあまあまあ、まだ出てきたばっかりということで、こんな感じなんでしょうか。これから良くなっていくんじゃないかなと思ったりします。で、これがテキストアニメーションだったわけですけど、さっき見たようにホルダー、見た感じで音が、あ、いいね。これ、あれですね。クリップをクリックするだけで音がもう再生されるので、すごい使いやすい。じゃあ当ててみてみたいなことなんですね。はい。まあちょっとこの音がこれに合ってるかどうか別にして、まあこういうことができると。いくつか音のプリセットも入ってて、選べるようになってるということですね。で、ボックスタイプのテキストもあったり、あとトランジションですね。トランジションってカットとカットの間をつなぐものなわけですけど、どういう風にして使うかというと、どういうのがどっか別なのかな。ちょっと再生が、あ、なるほど。あ、音もついてるんですね。はい、このグリッチっぽいやつやってみますね。これドラッグしてくると、ちょっとまあ、いくつかのクリップがセットになってる感じなんですけど、これを配置する。カットとカットの間ですね。配置する。こういう形で使用すると。こうですね。ちょっとレンダリングかけてみますね。プレミアノート。はい、レンダリング終わりました。これでやってみますね。再生してみます。おー、早い。こんなんかな。おーいしゃ。エフェクトとともに、音がついてるのがいいですね。これ多分、調整レイヤーなのかな。この上のエフェクトの上のクリップですね。上に置いたクリップのに仕掛けがしてあるんでしょうね。こんな感じでブリッジがついてて、次の絵に移り変わる。こういうプリセットがいくつか入ってるということなんですね。素晴らしい。便利。これだいぶ幅が広がるというか、ね、素晴らしいエクステンション、プラグインだと思います。はい。プレミアノート。はい。これが無料で使えると。まあ、便利なエクステンション、プラグインじゃないでしょうか。まあ、有料版はね、まだリリースされてないわけですけど、まあ、出たら、プリセットも増えて、便利、もっと便利になるんじゃないかと思っております。気に入ったらぜひそちらも購入いただけたらと思っておりますが。こんな感じでですね、いろんな便利な情報をお届けしたいと思っておりますが、コメント欄の方ではですね、随時プレミアの質問、リクエストをバグ受け付けておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。